アリ・ムルトポは、インドネシアの著名な思想家、軍人、政治家、スハルト将軍政権下の新秩序体制において重要な役割を果たす。アルファベット表記は、アリ・マートポだが、アリ・マートポとしばしば書かれる。インドネシア国軍中将、中部ジャワ州、西ジャワ州で教育を受けた。オランダ領東インド中部ジャワ州、ブロラ県に生まれた。アリ・ムルトポは、 インドネシア独立後の1945年に人民治安団に参加。1950年代にはリポネゴロシダン司令部に配属された。当初は第409州不評大隊に所属。この大隊はアフマドヤニの帰下にあり、反政府過激派、ダルルイスラームを鎮圧するための特殊部隊であった。1956年、ムルトポワヨガスゴモと共に、 スハルト中佐のディポネゴロ師団長就任を支援したが、これはうまくいき、スハルトは大佐に昇進して、師団長に就任し、ムルトポはその見返りに、地域補佐官となった。この当時のインドネシア共和国は、インドネシア共和国革命政府による、反政府運動に脅かされており、インドネシア国軍はこれを制圧するためスマトラ島に派遣されていた。1959年に、 ムルポトはスマトラに派遣され、ヨガスゴモが指揮下の第二連隊で参謀長を務めた。同じ年、スハルトは汚職に連座し、アブドゥルハリスナスティオン陸軍参謀長によって師団長の地位を追われ、1960年にインドネシア指揮爆大学での学習を命じられた。プリーの地に集ご、ムルトポは中部ジャワ州に戻り、新たにプラノトレクソサムドロの指揮下にあった。 リポネゴロ師団司令部勤務となった。スハルトはススキャドでの教育を終えると、ジャカルタに呼び戻され、インドネシア国軍に復帰する。この時、ムルトポは、再び彼の部下となった。同時に、スハルトは、ナスティオンの信任を得て、総合予備軍の創設を任される。キャジュートの設立後はスハルトは順調に昇進し、その司令官の地位についた。 ムルトポはまたもスハルトの敗下となり、キャジューットの参謀長補佐の地位につく。ムルトポはインドネシアの諜報機関の近代化に大きな役割を果たした。彼は主にスハルト体制の性的の抑圧を目的とした特殊部隊と名付けられた諜報活動を行った。1968年にムルトポは無数に乱立していた小政党を合併して、 容易に支配できるに、3の政党に集約することに手をつけた。これは、その後、1973年に実現し、ゴルカル、開発統一党、インドネシア民主党を創設する。1984年、ジャカルタで死去。ありがとうございます。